B サイドトーク。こんにちは、小原ブラスです。山崎亜美です。アーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするため、ソニーミュージックが立ち上げたプロジェクト B サイドのポッドキャスト番組 B サイドトーク、心の健康ケアしてる。この番組では心の健康をケアするためのヒントになるテーマを毎回ピックアップしてお送りしていきます。自分には関係ないではなくて、自分にも起こるかもしれない、起きているかもしれない自分事として、みんなで一緒に考えていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いいたします。なんか最近何にも面白くないって言ってましたね。さっきもう面白くない、あのな昨日の夜、はい、あのインスタグラムをな見とって、はい、で前昔ちょっと共演したりとか仲良くしてお酒も飲みに行っとったタレントさんがおって、で個人的になんか好きやし応援しとったか、いつもいいね押しとって、はい、いつも通り写真出てきていいね押したら、違う共通の知り合いがいいねしてるのが出てきて、はい、あ、ここもつながってるんかなって思って、その人のプロフィールに行ってフォローしてるかチェックしようって思ったら、私のことフォロー外されとったことが発覚し、なんかショック受けた。ショックですね、それは。いや、あかんねんで。だからそれっていちいち人のプロフィールを見に行ってフォロー外されてることをチェックしてることも大人としてどうなのかみたいな罪悪感も込みになってくるやんか。確かに。なんかそんなことでいちいちショックを受けるようになったわ。あ、もう次会っても絶対もう笑顔できひん。そうですよね、うん、あとしかもその時知り合って共通の友達のことはみんなフォローしてんねん、その人なんかしたかな。したんですか。え、もうほんまはだからフォローしたくなかったし興味ないけど、流れでフォローすることになって、ちょっと久々フォロワー整理しようってなった時に、あ、こいつは絵は外そうってなったんやろ。なりますかね。もうええで、アーミーも嫌やったら俺のことフォロー外して。ええでも、めっちゃネガティブな。どうせみんな私のことフォローしたくないのにフォローしてるんでしょう。いや、ブラスさんのやつ好きですよ。本当、はい、投稿面白いし。あ、ほんま、何が面白かった、うん、最近。あのスタバの出来事とか書いてくれるし。あ、スタバの何だか何だか覚えてる。なんかムカついたこととか書いてくれるんですよ。だからブラスさんも、あ、怒ってるんだって。やめて、今日の内容に無理やりつなげんといて。私と一緒なんだなって思って、ね、今日はそうだよね。みんな怒りますよね。怒る怒る、はい、ということで今日はそんな怒りについてのトークテーマということで、アーミー花丸です。ありがとうございます。ご紹介してください。はい、それでは早速今回のゲストをお迎えしましょう。一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事、新潟産業大学客員教授の安藤俊介さんです。よろしくお願いします。はい、安藤俊介です。どうぞよろしくお願いいたします。なんか結構スポーティーな感じする。そうですね、なんか教授って言ってたからすごい博士みたいな人が来るかと勝手に想像しとったけど、はい、なんか全然多分イケイケやと思う。うん、陸上とかされてそうですね。そうちょっと日焼けもしてるし、走ってはないですけど山は登ってます。山か。山か。あ、そっち系や。いいですね。でもよかった、海じゃなくてよかった、ね、海より山派の人の方があの合うんですよ。わかります、ね、ごめん途中で、はい、あのどんな方かアミからご紹介してください、はい、ご紹介します。安藤さんは2003年ニューヨークでアンガーマネジメントの理論技術を習得。教育現場から企業まで幅広く講演、企業研修、セミナー、コーチングなど行っていらっしゃいます。日本におけるアンガーマネジメントの第一人者です。まず今回は怒りとは何なのか、怒りのメカニズムについてお聞きしていきたいと思いますが、そもそもアンガーマネジメントというものはどういうものなんですか？はい、アンガーマネジメントって1970年代にアメリカで生まれた怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングっていうふうに言われていて、決して怒らなくなるっていうことは目指してないんですね。だから結構アンガーマネジメントやってますっていうと、あ、怒らなくなる方法ですかとか、イライラしなくなるんですかみたいなこと言われるんですけど、僕自身も全然めちゃめちゃ怒りますし、はい、なので怒る必要があることは上手に怒れ、はい、怒る必要のないことは怒らなくて済むようになる、その線さえ引ければいいよっていう考え方なんですよ。なんかイメージとしてはバッとイラッとした時にってこうため息ついて落ち着かせるみたいなイメージがあったけど、あの怒るときは怒るんや。アンガーっていうのが英語で怒るって意味、ちょっとすごい初歩的で、アングリーのアンガーなので、なるほど、怒るでマネジメントなんですけど、でちなみにあともっと一つの誤解を言うと、アンガーマネジメントって怒りをコントロールする方法みたいな感じで言われるんですけど、実は怒りもコントロールはしないんですよね。しないんや。怒る前にできること、
起こった後でできることってなんだろうみたいなことで、こう怒りが生まれるもの自体は別にそれはいいよねっていう前提なんですよ。わあ、ありがたいですね。まあ、人間やもんな、うん、なんかやっぱラブがある限り怒りもありそうやん。そうですよね。などんなにこう我慢してって言っても、うん、な、うん、何かこだわりとかラブとかがあってそれがなんか人と違って傷つけられたりとかしたらそれは怒るもんな、うん、はい、そうなんですよね。だからこうアンガーマネジメント、うん、特に僕の立場だとなんかこの人怒らないんだろうみたいなことで結構こう失礼なこととかちょっかい出されてたりするんですけど、うん、絶対怒りますからね。怖そう。気をつけろ。あのもう誤解を解いとかないと、あの安藤を怒らせようみたいな企画とかも平気で進んじゃうので。そうなんですか。なんやろう。でもそのあんまり今その結局だから怒りを別に我慢するわけでもなくコントロールするわけでもなくってなってくると、具体的に何がどう変わってくるか、うん、あんまりちょっと今のとこピンときてないんですけど。そうですよね。そもそもじゃあアンガーマネジメントできるってなんだろう、うん、ってなると、アンガーマネジメントできるっていうのは怒りという感情で後悔をしなくなるなんですよ。だから怒った後って結構後悔することあるじゃないですか。しますね。確かに。あんなことで怒んなきゃよかったなとか、自分の器がちっちゃいのかなって思って、うん、後悔するってことはそれは怒る方法がうまくなかったんですよね。なるほど。で逆に怒っても後悔してなければそれはまあじゃあ怒ることでよかったんじゃないのっていう、そのじゃあ線引きって境界線ってどこにあるんだろう、でそれを見つけようようなんですよ、うんうん。だからひどいことされたら怒んなきゃいけないです、逆に。そうなんです、ね、うん、後悔しない怒りってね、なんかさ怒った時にもうたまにおらへん、もう怒ったことをいいことにもう何でもかんでももう怒り散らすというかさ、うん、その倍増じゃないけど2倍3倍になってさ、本来そこまで怒ることじゃないのに、うん、だいたいさ普段のことから言わしてもらうとみたいな、あんたトイレ流すときちゃんとブラシ使ってないでしょ、たまについてんのよ汚いのいらんことまでどんどん言って、うん、そう親の育ちが悪いんじゃない、家では実家ではどうなのとか言って実家のことまで言ったりそんな激しい生活してるんですか。してないよ勝手な想像そうそう、ね、リアリティやりすぎてそう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 なんです。だからまあ怒らないとか、うん、怒るのやめようとか我慢しようっていうのはすごい誤ったアンガーマネジメントの思い込みなので、うん、だから怒りたいんだったら怒ればいいですよ、うん、ただ後で後悔するんだったらそれって考え直した方がいいかもね、うん、じゃあ本当に怒る必要があることと怒る必要がないことって自分の中でどう決めるっていうのを探していくっていうのは結構大事なんですよね。もそれやっぱバッと瞬発的にガッときたカッとなってる時にそれを決めるのってすごい難しそうよね、うん、なのでそれを決めるのは起こる前の話なんですよ。あ、そっか。だから普段から決めとかなきゃいけないんです、はい、だこの人が便器もしあのトイレ流し忘れがあった時はこのようにして起ころうみたいなのを普段から考えとくみたいな。そうです。もしくは流し残しがあったとしてもこれは起こることじゃないって決めるんだったらそう決める。事前に考えとくんですね。予測しておく。でなんで決めとかないといけないかっていうと、うん、同じ出来事があった時にある日はすげえ腹立つけどある日は別にいっかってなっちゃう、はい、そうすると本当に怒りたいことってなんだろうが分かんないんですよね、相手にとって、うん、だから同じこと言っても同じことしてもある日は怒ってくるのにある日は怒らない。逆に自分もまあ今日は目をつぶるかってしてしまうと何が本当に起こりたいことなのかが分かんないんですよ。最近さちょっと散歩しとった時にアイスクリーム屋さんがあって地元でなんか作ってるアイスクリーム、うん、でなんか高校生の男の子2人みたいなのが出てきてめっちゃ美味しかったとかって言いながら出て行っとったからちょっと行ってみようかなと思って行ったら、うん、なんか2種類1カップに入れて600円ですって言って説明されたから、うん、でどこから選ぶんですかって言ったらここからですって言うから、でそれでじゃあチョコミントとあピスタチオお願いしますって言ったんやんか、うん、そしたらピスタチオは別料金になりますって言われて、うん、でもさ大人やからさ、うん、もうさピスタチオじゃあいいですって言えへんやんか、うん、だからもう800円もなそれに払って、うん、美味しかったも美味しかったけど、うん、そういう商法なんかなとかと思って、うん、もうそれだけで1時間ぐらい友達と怒りを話し合ったの。そんなにですか。そう、まあ、でもみんなも生きていくためにいろんな工夫がいると考えたら生活のために怒る必要もないんかなとか難しいですね。難しいな、うん、そもそも、うん、じゃあその
今日まあ怒っていいですよって話をしてるんですけど、うん、なんで怒るかなんですよ、うん、でもメリットとかあるんですか？です。でし、あと怒りの役割ってあるんですね、うん、怒りの感情って防衛感情って言って、防衛、守るための感情なんですね。じゃあ何を守ってるかっていうと、自分が大切にしたいものなんですよ、うん、まあ、もちろん命はすごい大切ですけど、例えば他に何があるかっていうと、自分の価値観だったりとか考え方だったりとか、そういったものを守りたい。だからみんな不倫した芸能人にあんな怒るんや、自分の価値観を守るために。どういうことですか？え、他人の不倫なんか本来どうでもええやんか、やけどもめっちゃ怒るやんかみんな。でそれはやっぱ不倫はいけないっていう自分の価値観を守るためなんや。そう、だからその大切なものってじゃあ何かっていうと、うん、ちょっとある言葉に集約をされて象徴する言葉がべきって言葉なんですよ。何々べきや、何々するべき、はい、だから値段は最初から書いておくべきとか、追加料金あるんだったら書いておくべきとか、はい、後から値段釣り上げてくるべきではないとか、ね、逆にないべきみたいなね。そう、それは小原さんが大切にしてるものなんですよ。確かに。でそれを店が裏切ったので怒って、それを守ろうとするっていうことなんですね。なるほど、自己防衛なんですね、うん、でもめっちゃ美味しかったからもう許すわ。うん、まあ、それで美味しくなかったらもうあかん、もうあかん、うん、でも美味しかったから許せるわ。そっか。なのでべきとかはず、普通、常識、当たり前、これって同じ意味なんですね。なのでまあ言ったら自分の理想とか願望が裏切られると、それを守りたくて怒るっていうことなんです。あ、じゃあ必要なものなんですね。そうです。なので怒ってる人って実は先制攻撃じゃなくて防衛攻撃なんですよね。先に何か理由はよくわかんないけど、なんかこちらが大切にしているものを守ろうとしてる、攻撃されたって向こうは思ってるんですよね、はいはい、うん、なので怒ってる人見たら、この人は何を攻撃されたと思ってるんだろうなんです。じゃあ自分に怒ってきてる、いきなり怒ってきてって思ってるけども、うん、やっぱこっちが本当は攻撃してないけど、うん、何かしら攻撃をしていることになってるっていうことなんですよね。何を攻撃してしまったんだろうって考えればいいんですね。そうです。怒ってる。でそれはでも、ね、分かんないんですよこちらには。 あんまり僕一回、うん、あの今年って日本で WBC やったじゃないですか、うん、で WBC で日本が優勝した時にテレビで僕はあの野球見てませんって言ってなんか炎上したんです、そう、それは何か攻撃したことになるんですよね多分。みんなで応援するべきとか、あ、そういうことよね。みんなでまとまるべきとか、水を差したみたいなことになるんや。そういうことですよね、おそらく。じゃあもうべきに向かっていかなきゃいけないですね、うん、だからもう俺はもう今年はめっちゃ阪神応援したことにしてるもんもう俺大阪の仕事行ったらもう阪神って応援してる、ずっと。ありますよね、もう同調圧力に屈してる最近、怒らせんように全部それがいいのかもしれないですね。そっか、やっぱ何々べき。でもそれってもう無理じゃないですか、いろんなべきがあるじゃないですか世の中って。もうありとあらゆる、この人はべきって思ってるかもしれへんけど、例えばさっきの野球で言ったら、うん、みんなで一緒になってあの応援するべきって考えてる人もおれば、うん、そうやって同調圧力を生んで何でもかんでもみんな一緒にするべきではないっていう人もおるから、うん、それはもう誰かを切り捨てていくって感じなんですかね、自分に合う人を。今すごい中心的な話、アンガーマネジメントのコアになる中心的な話をまさにしていて、その価値観ってみんなバラバラなんですよね、うん、だけど怒りっぽい人、すぐ怒る人いるじゃないですか、はい、で価値観を一緒じゃないと嫌だって思う人ってすごい怒りやすいんですよ。だけどみんな違っていいよねって思える人って、ああまあそういう人もいるんじゃないって済むんですよ。なので自分と違ったら嫌だって思えば思うほどすごい怒りやすくなるし、まあ別にいいんじゃない、みんなそれぞれ好きなことがあれば、考えることがあればって思えば結構緩やかにいられるんですよね。それはそうかもしれないですね、まあ、アミンはどっち派？自分と一緒の方がいい、みんな。なんか一緒の方が安心するって思っちゃうから、自分の価値観に寄せちゃうタイプかもしれないです。でも人それぞれ違っていいんじゃないって言われると、ああ確かにって思って怒りが和らぐんです。例えば、はい、人間関係って価値観を合わせようとするとめちゃくちゃ実はストレスなんですよ。だってそれこそ全部気に入った人間をフォローするしなきゃいけないとか、はい、フォロー外すとかっていう話から全員一緒の発言をしなきゃいけないってすごい窮屈なんですよね。だから別にいいじゃん、違いが分かればいいじゃんって考えられればすごい楽なんですけど、多くの人はみんな自分と一緒にして
例えば特に結婚とか、うん、離婚の理由って価値観の不一致なんですけど、うん、価値観って最初から不一致してるんですよ、うん、ただそれが恋愛でごまかされて一緒かのような誤解のもとに結婚するわけですね。あ、なるほど。でも最初から違うんですよ。だから冷めてくることによって違いの方が見えてきてしまう。だから最初から違うから、違ってるが分かってればいいってことです。だからさ、なんか世界平和とかに通じるものなのかなと思った。そうですね。やっぱ結局どんなに同じ人って言ってもみんなで価値観が違う、その大きな単位で見たら国と国で価値観が違うから全部を理解し合えるわけがないよねっていう前提で話し合わないと、うん、なんか自分らと同じ価値観に世界中がみんないるみたいに思うと、やっぱどこかの国に対して怒りを持ったりなんかとかってなってくるやんか、うん、だからもうみんな怒るの、あ、でも怒るのやめたらあかんのか、うん、結局怒るのも防衛本能で大事になってくるから、うん、自分の考えはしっかり持ちつつ相手の考えはそういう考えもあるよねって思うってことですよね、うん、じゃあどうしたらいいんですか、もうなんか自分と価値観合わへんなっていう人がおったら。そしたら、あ、その人はそうなんだな。で、細かい例えば、じゃあ全く関係ない人だったら別に関係なくていいじゃないですか、うんうん、それこそネット上にある自分と違う人がいたとしても基本ほっとけばいいんですよ。うん、それに関わってじゃあ幸せなんですかって自問して自答してればいいし、基本暇だったらやってればいいんじゃないですか。ただ何も多分生み出さないと思いますよっていう。うん、一方でじゃあ近い関係の人、べきがそもそも違う、もしくは同じべきを持っていても程度が違う、うん、であるんですよね。例えば、まあ、じゃあ時間を守るべきってなった時にぴったりに来ればいいやと思ってる人もいれば、はい、いや10分前に来なきゃダメでしょって思ってる人もいる。だから同じ10分ぐらいやったら遅れてもええやろっていう、うん、そういう人もいますよね、うん、なのでお互いに時間を守るべきだよねって言っても、うん、程度が違うとそこはそれでまた話が合わなくなっちゃうんですよね、うん、なので確かに自分とこの人はどれぐらい違うんだろうっていうのが分かったら、じゃあお互いにどこだったらお互いまあ許せるかなを見つけるんですよ。じゃあ5分の遅刻っていうことで。5分、うん、どういうことですか。なんかだいたい5分ぐらい遅刻してもええってことにしたらあいいんかなと思って、ね、世の中そう。そうですね、なんか細かいやん、みんなすごい遅刻とかに、はいはい、うん、あと既読する問題ね。あ、付き合ってからその既読して返事するまでの時間がなんか長いのが嫌っていう女の子多いやん。知らんがなんですよね本当に。でも俺早めに返事欲しいわ。本当ですか、うん、なんか待つの嫌、待たされるのが嫌だから、とにかくどんな人も私よりも先についておくべき。どういうこと。悪いけど待ちたくない。そう、待ちたくないね。だからわざとちょっと遅れていくから。あ、そうなんですか。そう、みんな時間通り来てから私は遅れていくから待ちたくない。そんなわがままなって言ってくる人もいるんですよ。その結局自分のことばっかり考えてこんな自分のわがままって言うけど、そうです、私はわがままですなったらなんか楽になってんねん。最近、最近そうやねん。いやでもなんか自分は自分のままでいて、うん、価値観がなるべく合う人と一緒にいればいいなって、うん、最近思います。ただ価値観が合う人といるって居心地もいい一方で、うん、すごい世界って狭くなってっちゃうんですよね。確かに。で価値観違う、ちょっと違う人が目につくようになるんですよ。だからインターネットとか特にそうで、はい、基本自分と同じ価値観の人としか集まってないので、フォローし合ってんですよね。そうです。だから違う人がいると徹底して攻撃するようになっちゃうんですよね。ほんでみんなで同じやつをリツイートして、その輪の中でみんなで一気に一人を攻撃するから、違う価値観の人を。俺それよくやられてって。そうなんですか。でも気づいたら同じ集団にしかこれ叩かれてへんなってことに気がついてから、うん、もう無視するようにしてる。それくらいも確かに。あれは SNS ってすっごい価値観寄りますよね、みんな。そうですね、一つの価値観に、うん、じゃあ自分が視野広げるためにはどうすればいいんですかね、うん、はまあ普段別に居心地のいい人たちと一緒にいればいいんですけど、うん、自分と違う人たちとか何考えてるんだろうなとか何見てるんだろうなとか、そういうのをまあ体験していくことによって、アンガーマネジメントって心のストレッチみたいなもんなんですよ。だからこう少しこう心がこう伸びていくみたいな、緩やかになるっていうのは許容度が広がるみたいなイメージなんですよね。だから少しずついろんなことを体験して心をこう柔軟にするっていうのが
まあいいのかなっていうところですね。だからもうアーミンはもう山の人の方が合うって言っとったけど、そうですね、やっぱちょっと海行かんとあかんわ。海行かないと。海行って、で海まで行ったらちょっともう行き過ぎかもしれへんから、はい、なんかちょっと砂浜の1メートルぐらいとか踏み込んで、そう、海に入らずに見るぐらいで、そうそうそう、砂浜で様子見るとかした方がええわ。ね、頑張ります、うん。明日海行ってきます。行かへんやろ。行かないです。この会話。はい、うん、ということで。視野を広げることが大事だということが分かりました ね、 ねえ、うん、あの怒りっていうのも必要なもの、うん、人間としての本能の一つ一部やから、それをなくすのはまた違うんやなって。なんでもな、怒らへん人の方が偉いと思っとったけど、そんなことないってことが分かって、そうです、ね、安心して怒れるようにもなった気がする、うん、逆に軽くなりました、ね、うん、はい、ということで次回も引き続き安藤さんにアンガーマネジメントについてお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、番組では皆様からの感想やメッセージもお待ちしてます。宛先は b-side-info@sonymusic.co.jp です。メールアドレスは番組の詳細情報の欄にも載せています。ぜひお寄せください。ここまでのお相手は小原ブラスと山崎亜美でした。 B サイドトーク、心の健康ケアしてる。この番組はソニーグループ株式会社の協賛でお送りしました。